はい、6月7日です。第30回京都府立植物園有鳥覧展が始まりました。6月9日まで開催です。植物園会館1階展示室、そして6月9日には有鳥覧の育て方の教室を、午後1時30分から、開催をいたします。有鳥覧展、ちょっと見ていただきたいと思います。まあ、有鳥覧と言いますのは、山野の、まあ、岩場ですね。岩場の、まあ、岩ヒバが生えているようなところですね。まあ、そういうところに生えている蘭科の植物になります。まあ、その中でも、この、まあ、いろんなこう品種改良ですね、交配をして、まあ、色、形、さまざまなバラエティに富んだ、花を今展示しております。今回は約2ハッパチの展示になります。会員数は約20名の、会員が出展をしていただいております。まあ、野生の種類というのはこのような薄い紫の色をしているんですけども、このように唇弁が紫のもの、フリルのあるもの、いろんな花弁が、あります。はい、6月9日までの開催です。